買ってないなとかさ。そうなんです。だからもうあの挨拶してる時に、ああかわいそうにって思ってんじゃねえのお前って思うの。それあるわな。そうじゃねえ。それか俺ああ助かったとか思ってる。それじゃあプロじゃないなっていう。そうだな。大輔はさ、え一回浪人したんだよな。ドラフトの時にね。ドラフトの時あれな、え、なんだっけ、どういうドラフトの浪人だったのあれ。どこに。もうジャイアンツ行きたかったです。もうずっとジャイアンツファンなの。はい。ジャイアンツ入りたくて、で自分でプロ入れるんって思ってなかったんです、うん、高校であんなに活躍しても、うん、いやプロそんな甘くねえからと思って。ああそうなの。はい、全然思ってなくて、でドラフト1位候補生とかで名前出てくるじゃないですか、うん、正直兄貴とお前マジでなんでこんな出てんのみたいな。大輔何兄貴も野球してたの、はい、上宮かなんかで。いや違う高校ですけどやってて。え大輔大阪でしょ。あれあれ上宮ももちろん大阪なんだ。そう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 。でいつから始めたの野球は。僕小学校2年生からです。ああそう、はい、小学校2年生からボーイズリーグに入って。あ、入れ、ボーイズあんだ、小2で。あります、あります。それ やっぱ誰の、自分でやりたかったの、兄貴の影響の。いや、もう親父も野球好きだったし、うん、兄貴もやってたから、自然にこうバット握って、あのおもちゃのバット握ってやってましたね。うん、その時もう親父さんもが巨人ファンだったわけ。まあ、親父がどこファンとか僕聞いたことなかったです。うん、それ野球見てて。当時、読売テレビのジャイアンツ戦か、サンテレビの阪神しかやってなかったんですよ。で、どっちかって言ったら、やっぱり、後楽園とか見てると人工芝で明るいんですよ。うん、で甲子園であのちょっと暗く見えるな。土でちょっとこう暗く見えるんですよね。うん、あの球場悪いとかじゃなくて映像がそういう風に見えちゃうんですよね。うん、だからでどっちかというとその時も、まあ、タイガースの方があの弱かったんですよ。うん、でジャイアンツ優勝してたりしたからかっこいいなと思ってジャイアンツファンになりました。うん。そのままじゃあ続けて、はい、中学の時もじゃあボーイズだ。ボーイズです。で高校は何、甲子園行きたくてとか上宮、なんで上宮になったの。僕中2の時に決まったんですよ。あそう、はい、え大輔が影響を受けた人は誰なの。そのコーチとか親父とかっていう、その野球やっててさ、そういうふうにじゃあ中2の時に上宮とかって勝手に自分で思うのか。いやいや僕上宮知らなかったです。うん、高校 PL しか知らなかったです。 PL 行く気はなかったの。いや PL 行きたかったです。でやっぱ大阪関西人はやっぱり当時やっぱ PL 入りたいっていうのも、うん、野球やってるからにはと思ってやってたんですけど、中任の時に近大附属と上宮が声かけてくれて、うん、来ませんかっていうことで、うん、で上宮、近大附属ちょっと知ってたんですよ、うん、上宮ってなんだろうと思った時にボーイズの先輩が選抜出てたんですよ、うん、上宮ここで、はい、上宮出れんじゃんと思って、うん、じゃあ上宮にするって決めたんです。自分で、はい、大輔怒られてて育ってないんじゃない。そのいい教育受けたんじゃないの、その伸び伸び野球やれるって。いやいやいや、もう怖かった。親父なんかもう、ま、車信号止まるたびにグーパンチです。あ、そう、まあ、なんだっけ、この態度、練習態度すごい、ダラダラしてんじゃねえぞ、お前っつって。だからもういつも、あの、ガキの時はもう信号、青なれと、あの、歩道の点滅した時、親父、行けと思いながら止まった、ぐるぐるって殴られる。あ、もう全部見られてた。もう毎日で。それは何、やっぱりその態度が悪いのもあったの。そうです。あ、先輩とかも当時あったじゃないですか、うん、そういうのでも痛っつって家帰って醤油とかつけたら、よいかー、しみろとか言ったら、お前また殴られたのかって、誰にやられたかじゃなくて、お前が悪いんだよっていう感じだった。なるほどね。そうだ、お前がちゃんとやってねえからだ。ただ僕の親父がすげえなと思ったのは、そういう自分で決めさせてくれたこと。お前行けよって言わなかったです。はで、どっちがいいのって言われて、うん、上宮、じゃあ上宮行け。でプロ入る時もジャイアンツ行きたくない、あ、ジャイアンツ行きたい、あの他の球団行きたくないって言ったら、分かったっつって。うん、だからもう本当にね、親父はそこだけ、そこだけ言ったらおかしいけど、僕の意見をずっと聞いてくれたな。え、ドラフトの時はどこが指名したの。大栄です。大栄、はい、大栄が一本釣りだったわけ。いえ、外れ1位です。あの時野茂さんです。あ、野茂がバー行って、はい、アドレッチで大栄、はい、でジャイアンツは大森さん行ったんです。ああそう、はい、で大栄が外れ1位で、指名して、うん、で僕が、どうするって時にもう親父すげえなーと思ったのが、大栄のスカウトの人がこうやっぱ来るわけじゃないですか、うん、まだちょっと子供の意見も聞いてないし、うん、まだ返事はできませんって、うん、その時にびっくりしたのが、お金の話一切しないでくれって振ったの、親父が大栄に。お金で断ったと世に思われるのが一番息子がかわいそうだって。かっこいいね、はあ、親父渋いなと思って。なあ、
でも一切お金の話しなくて、お金が安いから行かないって思われた。それそうじゃねえってな、うん、それはそうだな。でそれへん親父はやっぱすっげえなーと思って、うん、でまあいろいろ話して。お母さんどうしてたの？厳しかったです。お母さんも厳しいです。だから家で毎日素振りとかあるんですけど、うん、親父が仕事で遅くなった時、うん、ああ今日遅いんだと思ってもうパジャマ着て、うん、ちょっとサボられサボれるぞぐらいな、バット振ったのっつってお父さんいないからっつって、何やってんの？星ヒューコ。あもう本当に厳しい。ヒューマとヒューコ言った。何やってんねんと。触れと。お父さん帰ってまで寝るんかと、お前は小学生に。はい。すごい。そう、お前さ着替えてこんな眠そうな感じで。だからさ、癖物ってけどそうやってやったんだよ。練習な、その時から、はい、パジャマ着替えてね。もう一回 T シャツに着替えて。行けって。で行って帰ってきたら。汗一つかいてねえじゃないですか。あの星ひろのギブスしてこうやってこうお母さんが見てんじゃないんだな。ああもう本当にやれと。終わってからの汗で見られると。だからもう汗バーッとこうやって水をこうやってやったら、そんな汗のは汗ねえからって、水しぶきだそれはっつってバレてた。バレてすごいな、うん、でよかったなその教育は。いや本当よかったです。ありがとう。もう当時はやっぱりうざいなと思いましたけど、本当ありがたいですね。練習な。サボれない。サボれない。そうだったの。家の方が厳しかったですよ。だからもうグラウンドよりも。だからグラウンドでダラダラしてたら親父になくなっちゃうの。そうなんだ。でじゃあ俺は行きたくないって大輔から言ったの親父。まあこれはねちょっとね、まあいろいろあるわけだ。あるんですよ。でもね聞けてよかった。やっぱりその当然あれなんだっけな、誰のどこの指名だっけぐらいしかもう記憶はないけど、うん、まあ大輔がただ教授行きたくて行かなかったっていう記憶だもんな。そうです。違ったんだな。そういうことがあったから、うん、じゃあもう絶対もう決めましたって行きませんって。はあ、お前もすごい高校生だね。はい、もうクソ生意気だったですねやっぱり、うん、そこは。でも野球終わってもいいと思いました。もうそのぐらいもう覚悟はできました。すごい覚悟を18歳でしなきゃいけなかったんだね。だから本当にガキンチョだけど大人のあれっていうのが分かって、あと近寄ってた人が離れていくっていうのがよく分かって、敵が多くなりましたね。だからああそっかと思って、やっぱり敵半分見え方半分と思っとかなきゃダメだなと思って、誰もがこうやってくれてないなっていうのは18でなしたんだな。だから僕新聞記者とかにも対して生意気な態度になっちゃったんです、プロ入った時。ああもうなんかみんな敵に見えるよな。だから僕はな、俺が何悪いことしたって思うんですよ。ドラフトも別に拒否してる選手もいっぱいいるわけじゃないですか。そうだね。しかも外れ1位だしな。別に俺も外れだしたまあまあな、別にいいじゃない。そうそう、自由だもんな。自由人生だから、交渉権の獲得だからな。あれはそれでなんかもう悪人にされたし、でも俺そんな言い方してないじゃないですかって新聞記者に、うん、普通にこうやって喋ってもなんか俺が行かねえみたいなこう偉そうにしてるっていうのに書かれたから、うん、じゃあすいませんもう僕新聞社とペンの人にはもうお話できません。できなくなっちゃうな。でテレビだったら表情も見えるし、何をどういうことを、うん、トークしてるかっていうの分かるじゃないですか、うん、だからもうテレビとかしか僕言いません、話しませんって。そうなるわな。だからもうジャイアンツ入った時もいろんなこと書かれたりしたから、だからやっぱりきついなと思って、うん、でもまあファンサービスもしなきゃいけないし、うん、と思いながら、でもやっぱりもうペンは僕厳しかったですね。そうだな。どういう1年で練習したのそこは。ハワイ行って。うん、ハワイ行ったんだよな。で僕それが面白いのがね、うん、僕ダイエリホークス、当時南海ホークスじゃないですか、うん、昔はね、うん、その傘下にあるジュニアホークスっていうところに、うん、ボーイズリーグで小学校2年生からお世話になってるんですよ実は。